やっぱ祝日は家にこもってゲームに限る子も。なんだ？あー！ピーナッツくん、最近コモラさんの姿を見ないんだ。この世界黄色いやつ多いな。それは心配だな。コモラさんの家に黄色いやつ多いなみたいになってる。コモラ、誰もいないな。うわー！みんな異世界に連れ去られてる。いててナッツ。いててナッツ。何が起こったんだ？ここはどこナッツ？ようできとる。ピーナッツくん、その声は。その声は。ちゃんちゃん。ちゃんちゃん。体がローポリになってるよ。ちゃんちゃん、もうちょっとなんかピーナッツくんもローポリになってるよ。尖ってなかったかな。正面ちゃんちゃんできない。ほんとナッツ。ピーナッツくん似てるね。どうやらゲームの世界に入り込んじゃったんだ。まあ、丸くないけどね。ピーナッツくんたちもこちらに来ましたか。来ましたか。この声は。どうも、コモラです。コモラです。どうも、ママ。僕はこのゲームの世界に引きこもることにしました。現実の世界には戻らない子も。何を言ってるんだ、戻ってこいナッツ。戻ってこいナッツ。コモラさんの帰りを待つ友達もいるナッツよ。友達いたんだ。じゃあ引きこもります。ありがとうございました。コモラさんをこの世界から引っ張り出して現実世界に戻るナッツ。戻るナッツ。ということでね、やっていきます。今回やっていくのはこちら、コモラリアルワールドエスケープというね、皆さんご存知ですかね。ピーナッツくんを、ピーナッツくんは何ですかっておなじみのね、ピーナッツくんなんですけども、ピーナッツくんの、チャンネルにはあんまり出てこないですけども、なんつったらいいかな、去年1年間、ポンポコとピーナッツくんっていう2人の VTuber は1年間動画を毎日上げ続けるっていうのを公約に掲げてやってたんですけど、で、その中でどうしてもやっぱこう、移動の時とか、動画編集が間に合わない時とかに、こう、1日1本を、守るためにゲームの動画を上げてたくれてた人がいて、その人がコモラさんなんですね。つまり毎日投稿の守護神という、そういう位置づけでやって始めましょうか。そのまあサブチャンネル、ちゃんちょとコモラのゲーム実況部屋っていうサブチャンネルの方で動画をね、まあ、一応1年間動画投稿を続けるために上げてたんですけど、まあそのコモラさん、ピーナッツくんのご友人ですね。僕なんですけどね。ピーナッツくんのリアル知り合いに頼んで、社会人の方なんでしょうけどね。社会人の方なんですけど頼んで、その人が今回の主人公というか、でそのコモラさんの、ピーナッツくんの友人のコモラさんの友人がゲームを作ってくれたらしいです、このゲーム。でそのゲームやっていこうということですね。どうもコモラです。君は僕が紹介した分身のコモラです。コモラさんすごいゲームの実況上手いんでね。ぜひね、これから僕を連れ去ろうとしてくるチェックしてほしいなって。めちゃめちゃ渋いスチームとかの洋ゲーとかを実況しているアクションゲームが多いかな。まずこれを見てください。激ムズなアクションゲームとかを実況している、あの紫のモヤモヤしたものはゲーム実況者の鏡みたいな。あそこからピーナッツ君たちが大量に湧いて攻めてきます。トークもうまい。そこであなたにこの地下で毎日動画を見てるわけではないけど、トラッピア護衛を設置し、トーク力あるなとかゲームセンスあるなって常々思って、まあ、そんな感じのピーナッツくん一味のコモラさん。僕は地下でこもっとくので、あとはよろしくお願いします。今回はこのコモラさん、詳しいことはエスケープボタンを押して説明書を読んでください。恐竜のコモラさんをね、敵が攻めてくるので罠や味方を配置して迎え撃ちましょう。リアルワールドに連れ去られないようにするっていうのはこのゲームの趣旨ですね。スチームで無料でできるんでね、皆さんぜひインストールしてやってみてください。まあ Steam とかね、パソコンがないとできないので、パソコンがない人に動画を紹介するっていう趣旨があるかな、この動画は。こういう風なね、マウスのコントロールで、まあ、いわゆるこうアークと同じだな、スペースでジャンプ、 WSD で縦横に動いて、でまあこうやってコマンドというかキーボードでこうやっていろいろ出てきますね。こうやって何かを召喚したりとか、あとはカメラモードを切り替え、T ボタン。T ボタンってどこだ？ここだな。こうやってカメラで上からの上空とか、あとはカードの種類を変える。あ、こうすればこういうものも作れるらしいです。交
感とかこれをちょっと操作覚えないとすぐできないな。スチャーン、これなんか使えたりしないな。マウスの左クリックで回転攻撃、右クリックで遠距離攻撃をするらしいです。じゃあやってみましょうか。とりあえずやってみます。 G ボタン、このコモラを守りきればいいだけ。誰か出してみますか。コモラ出す、えい、これでコモラ召喚できるんですね。音がラウドロック、飛んでいった。どういくんだコモラ。 V ボタン、これか。あ、戦ってるけど全然乗っけ、全然うまく乗れないよ。強い、チャンジュ出そう、チャンジュ召喚、チャンジュ弱、やばい、チャンジュ召喚、敵に侵入してきました、対処お願いします。チャンジュ弱すぎないか、敵どんどん入ってるし。止まりました、助けて助けて、待てこら、どこ行った、間に合わん、難しいわ。これは難しい。どうも、君は僕、まずこれをあの村さん、そこであなたに、僕は地下でこもっとくので、あとはよろしく、敵が攻めてくるので罠や味方を配置して迎え撃ちましょう。はい、コモラボイスは聞ける、このゲームなら何度でもコモラボイスは聞ける。やるぜ、もう上で迎え撃つ、早々にチャンチョ召喚、コモラも召喚、あ、チャンチョ分かった、めっちゃ体力ないんだ、感じか、カズの暴力、チャンチョ出していく、飛び道具あんまり効かないな、ダメージがミリダメージ、プラズマなんか効かないぞ、効かないっていうかよくわかんないな、強いわ、強い、ピーナッツが強い、戦えないな、これはちょっと考えよう。君、まずあのそこ、僕は罠も使ってみるか、罠や味方を配置して迎え撃ちましょう。入ってくるのはこの方向だけだね。ということは F ボタン、スパイクとか置けないな、敵がこう来るんだったら、このライン上に全て罠だらけにしてしまえばいいんじゃないか。これ頭いいな。スパイク。頭いいな。これでもう来れないんじゃないか。
これでもう来れたんじゃないか。うん、これで行ってみよう。はい、さあ来い。相手になってやろう。どうなんこの技、まあまあ効いてるね。あ、ピーナッツくん普通に来てる。あ、いいですね。これでまあ大概攻略できるんじゃないか。メンヘラウサギさん、ピーナッツくんはね結構好きですよ。最初はあんまりよく分からなかったんだけど、見るうちに好きになってるし、最新アルバムのフォルメモは非常にいいアルバムなので、皆さんぜひ YouTube ででもいいので聴いてあげてください。いいアルバムですよ。あれは今まではヒップホップに全然知識なかったけど、知識というか興味なかったけど、あ、ヒップホップいいなって思える。ピーナッツくんのラップはぜひ聴きましょう。結構えぐられてんな体力。金は結構もらえるから、まああんまり気にしなくてもいいのかな。これいけたでしょ。おりゃー、新しいゲートが開かれました。よし、マップで確認して対応しましょう。これだね、多分全部この上状に全部トゲだらけにしてやればいいんじゃないか。あまり戦わない方がいい、強い敵は。これでもいいんじゃないかな。トゲだらけ、スパイク、これこう来たらもう全部トゲだらけだ。こうしてこうして、あーっと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 、えい、このトゲ地獄から抜けられる。ついに大砲も一つ用意しとこうか。大砲も、大砲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 は何なの。ちゃんと守ってくれるの。なんかいまいちな気がしない。あ、いや2個置こうか、2も置くか。でも後半よ。よし、じゃあ G ボタンでよし見ましょう。もう他力本願、戦うと負けるの分かってるんで、仲間もいらん。あ、いい、台風はいい感じ、台風いい感じ動いてる。左も確認しつつ、右も確認しつつ、来てるね。抜けるやつがいるね。オッケーオッケー、抜けるやついるね。ダメージ食らうな。抜けるやつがいるね。なんとかなってる、なんとかなってる。金が全然集まってないな。なんかソニックみたいになってるな。コイン集めて走ってる。ソニックザヘッジホッグみたいになってる。よし、こういうことよ。仲間もいらん、トラップさえあればなんとかなる。これ正しいやり方なの。鏡餅が右に、そして駒右の前の方には、この奥の方、これはあれだね、蚊取り線香の豚のやつだ。1日目が終わった。ノートパソコン、おにぎり、味噌汁、あ、移動できるやん。移動できるやん。なんなんこの和室は。いいな、すごいよね、このコモラさんの友人のそのスキル、すげえ。あ、固まった。はは、日記よりもパソコンを使う、パソコンを使う、すげえクオリティの高さだな。ポンポコさんいるやん。ガチャ EX ポンポコショップ、ポンポコショップ行ってみよう。こんばんにんにポンポコだよ。すげえ鉛筆で描いてみたいな線が。3万でしょ。スポンポコ買えるかな。スポンポコ買おう。この商品が欲しいの。買うかも。お買い上げありがとうございます。
気の抜ける声してんね。あー、かぼちゃ爆弾これ欲しいな。パックンフラワー、対地可能砲、対空ミサイル、ノコギリ、ノコギリいいな。これを使うためには1500円とか払わなくちゃいけないのか。結構払うね。植物、この商品が欲しいの。やめるかも。やっぱやめよう。バイバネー。バイバネー。あんまりバイバネーって聞かないな。各種強化、時期強化。おお。体力がね、欲しいね。あ、10しか増えねえ。まあこんなもんでしょうな。攻撃速度上げてもな。はい。で、ちょっとガチャ気になるんでガチャしてみましょう。1回3000、高いな。1回3000、ここに入れるんだ。これあれじゃない、パズドラじゃない。チャンチョゲット、はあ、チャンチョゲットすると何かなんのか。またチャンチョだ。ちゃんこもてーてー。あ、デニムくんだ、やった。デニムくんは俺が岡山出身っていうこともあるんでね。岡山出身じゃねえや、岡山出身じゃないですか。岡山に今いるってこともあってね、デニムくんを押していきたい。ちゃんちょ率高いですね。全突破。ガイドボンボコゲット、やった。今ちょっと線が入ってましたね。カード編集するとどうなんだろう。カード編集、はあ、はあ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 、10コストしかないからってこと。ガイドコンボポンポコのコストが高いとかわかんないですね。こうで日記を読む。1日目、ほう、どうも小村です。気がつけばこっちの世界に吸い込まれた僕は何もない島で途方に暮れていました。暇つぶしに地面を掘ってみると謎の遺跡を発見。奥には不思議な王冠が隠されていました。どうやらこの王冠には想像したものを具現化する能力があるみたいです。すごいな。この能力をロンリネスクリエイトと名付けましょう。めっちゃ怖いな。僕はこの王冠を使って理想のコモラアイランドを作ることにしました。ところが僕を現実の世界に引き戻そうとピーナッツくんとチャンチョくんまでこっちの世界にやってきました。やっぱり僕がいないと寂しいんですね。でもまたこの世界から出るつもりはありません。クローンコムラくんを想像して迎え撃つことにします。噛んだりするんですよ普通に。小学校とかでさ、読書のあるじゃん、先生が生徒にさ当ててさ読書させるじゃん。あれ結構大事だったんだね、きっとね。ああいうところでこう主人公の気持ちになりきって読むとか、そういうのってさ、すげえバカバカしいなって思うけど、今になって思えばこうやって実況する段になるとね、大切なスキルだったんだなっていうのを思い知らせて。これ次どうやっていくんですかね。次への生き方がわからないんだが。わかりましたわ。次への進め方が。次への進め方はここら辺。こうだ。で、寝るをすれば次に行けるんだな。オッケーだけど、中断するもあるな。じゃあ、まあ中断します。ここの座布団まで来ないと中断できないようです。それ知らなかった。随分迷っちまった。じゃあ、まあ今日はこの辺にします。中断ということでね。これ7日目まであるらしいです。さっき動画を見てきた。はい、ということで、ここで続きからいきます。ランキングってなんだろう。ほう。あ、時間？スコアって時間なのか。1から8日の合計点になりますね。よし。じゃあ、こういう感じです。またね、1日ずつやっていってもいいかもしれないなと思います。面白くなるかどうかともかくとして、1日ずつやってみるのもいいかなと思うので、やって続けていこうと思います。じゃあ、まあ、こんなところで。ほな、また。